君は自分の手で歴史の歯車を回してみたくないのか。これゆっくりの弾音実況ですよね。ガンダムゲーム史上最大の100人同時対戦を開始。これなんなん、動画消されない。ガンダムオンラインオリジンキャンペーン開催中。君は自分の手で参拝の無用機体を動かしてみたくないのか。割とどうでもいい。ガンダムゲーム史上最悪の100人同時開幕時を突アクション。ただし召喚に限る。機動戦士ガンダムオンライン、オリジン弁当おせち予約開催中。単音の話してください。ということでゆっくりがお送りするオリジン弁当新所沢店実況動画。具体的な店舗名出すんじゃねえよ、この動画消されんだろ。難しい話はこれくらいにして、今回は交換したてのシャア旧ザクを加えたシャア専用ザクと普通のザク乗り比べ編成で、小学生でもわかる話しかしてませんけどね。そしてなぜかジオン動画軍戦のおでこ凹凸マップですってよ。ジオン道軍とか久々だね。そうですか。ごめん適当に答えたは。その場の雰囲気だけで適当に答えちゃったは。ではゆっくりがお送りする今更その手入れ挨拶いらねえだろ。たまには私のボケに突っ込めよ。そんなことより見てくれ、このダッシュ格闘のブースト消費を。これでも一応キンズコンカッスレベ3に格闘性予算も術んでんだぜ。それでも D 室 D 格1発でブースト半分持ってかれる、完全に設計ミスレベル。残念これが仕様ですか。即使えば普通に使えますよ。固有モジュの加速使うとダッシュ格闘のブースト消費が半分になり、移動ブースト消費も3割減。さらに基本最高速度も4割アップで超高速移動が可能に。ただし持続時間5秒で使えるのは一度きり。使用後は当然のごとく強制を罰し。まあコスト240ですからね。だったらコストもうちょい上げて使いやすくしろよ。確かに240とコスト低いのはいいんすけど、ピーキーすぎて変態しか扱えない予感。機体性能は低コスト相応の貧弱な足回りながら、最高速度だけは1185と異常に高いというシャアらしい調整。加速使って拠点防衛強引に突破する低コスネ好きとしてなら結構ありかもね。はい、じゃあ道軍戦なんでポットだけは先に片付けちゃおうね。道軍とか関係なくいつもやってんだろ。しかし D 角は横範囲がかなり広いみたいなんで、集団に突っ込むのもありかもね。じゃ同様衝撃波には判定ないんで注意だぞ。うおし、今回のお仕事も終わったんで加速使って拠点でも殴っちゃおっかな。あれなんだこのドヤ顔演出。D 角ミス。しかも空振りしてんじゃねえか。いつものゴミクズプレイ動画ですね。本当にありがとうございます。暗いフェイントからの F バズ攻撃。フェイントする必要性皆無。 F バズでも威力5500と時代背景を忠実に再現。あの旧ザクスナさんやりおるわい。防衛なしでも9割9分コテホに倒されてましたけどね。残りの一部どうしたんだよ。お前に気使っただけだよ。ありがとうございます。いいってことよ、あたしと霊夢の中だろ。オリジン弁当北越谷店をご利用いただきありがとうございます。言ったことねえよ、なんで埼玉のオリジンばっか狙い撃ちしてくんだよ。ググレカス。 Google で調べようがねえから直接本人に聞いてるんすけどね。そんなことよりこの薄い赤の方のシャアザクの出番ですよ。やっぱシャア専用機と言ったらこのサーモンピンクの薄汚れた感だよな。回収優先、まずは回収が先決だ。今の誰に言ったい？お前理解ねえだろ、なんで私が急に独り言言うと思ったんだよ。おい、ちょっとやめてください。わしシャア専用やで。相手もシャア機だよ、旧ザクの方だけど。もらったシャア機。オリジンの方もこんくらいブースト消費少なかったらいい格闘機だったんだけどなぁ。各ウェルの格闘みたいな感じだったらよかったんすけどね。ジオンの衝撃波格闘もあんな感じの使い勝手にしてほしいんだけどな。無用とハイエデバイス50個貯めるのはきつい作業ですからね。10ポイトン貯めても3個とか5個がバンバン出る、いつもの激絞りイベですから。まあシャア専用機なら1機は取っとこうってなるのがモビルスーツコレクターですからね。いつ強化来るかわからんしな。おーし、A 下ついたんで M マシで突っときますか。シャアザク2もアプデでかなり戦いやすくなった機体だな。フルオートのマシもあるし、
固有モジュの私にも敵が見えるで集団と反動制御も良くなるんでマシ機体として結構優秀。足回りも快適だしな。撃ってる間にリクゲルに倒されてシャーザク終了です。ほんじゃお次はアプデゴモロングセラー機体のザク 2FS でちょめちょめっととついってくちか。違うな疑問はお控えください。と思ったけどここはクールタイム的なこととサマータイム的なことを考慮してノーマル級ザコちゃんでとつとつナイトフィーバーだぜ。今週もう雪降りましたけどね。おっとピッツァ置いてあるのバレバレだぜ。リア充はリッツパーティーでもしてな。あ、間違えた。ルヴァンパーティーでもしてな。なんで商品名で言うんだよ、クラッカーでいいだろ。これが旧作大喜利百発クラッカー突のあの漢字のやつの例のパターンやつだ。ちゃんとまとめてから言ってくださいね。何言ってんのか全然伝わってこないんで。一旦外出てから入り直そうとしたところを路角ジムライちゃんに見つかったわ、クソだ。でもクラッカーで結構殴れたからコスト200にしちゃ上出来じゃないよ。ですよね、そうですよね、旧作なのに私頑張りましたよね、実質ジオに気分の働きしましたよね。完全に言い過ぎです。おっしじゃあまだ補給尾行が敵にバレてないみたいなんで FS ちゃんでまた突ってどやっちゃおっかな。 FS はメインのシャッガンが DP で微妙になったし3点増ししか持ってないんで正直今回のアプデで厳しくなった印象。しかしザクには珍しく頭部バルカンがあるんで犬バズやバルカンからの斧でなんとかなるかもしんないでしょうよ。そうでもなかった。ドライ戦仕留めるも入り口のピザ踏んで即死。しかし未だビコンがバレてない。結構経つのに未だに C 企画の補給尾行がバレてないという奇跡。左官ジオンだと稀によくある。ここはクールが終わったシャーザコで証拠りもなく突に行くしかない。正直突飽き始めてる感あるけど尾行あるんだから行くしかない。いやでも突で。おっと先にマリーネさんをマシからの格闘でいただきだ。こいつのマシは火力低めだがバルカン並みの連射と高い集団、そして中央に構えて発射するんで当てやすくていいな。これはしゃがんでオーバー非回復です。煽りじゃないよ。おっしゃ今度こそ決める。トランダムトランダムトランダムドラはい。じゃあ旧作で中央行きます。しかもう拠点まで来てんだから加速使う必要なかったんじゃね。雰囲気的に加速使ってかっこよく拠点殴ってる絵あった方がいいかと思っただけです。いい加減 C 突ばっかだと絵的にもたないんで中央地下からオバヒしつつ A 突頑張ります。しかしマリンちゃんに見つかってますよ。ここは旧作でもアプデ後ならできるってとこを見せとかないといけませんな。前から D 角しようとして通常格闘しちゃうやつ。マシ角がやっぱバズ角と感覚違うんで全然慣れない。バズ角だとほぼ決め打ちでバズ打ってすぐダッシュ格闘してるからな。そしてこの近距離で D 角からブルー。もうマシ角とか言ってるレベルじゃねえな。くっそーリクゲルにまたやられたか。リクゲルも銃撃ながら内臓バズマシ持ちで盾もあるんでチャービ弱体した現在もなかなか強力だな。腕マシ持ちのゲルググシリーズやアレックスが強くなった印象。そしてこのガーカスもシーバルでアシストキル量産マシンになったらしいですよ。ジオンでも路角でちょくちょく使ってますから。でも基本突っ込みすぎて持ち味を完全に殺す使い方してますけどね。格闘振りたくてこのゲームやってる的な部分もありますからね。残り10分ながら接戦状態で両軍残りゲージわずか。こちらが有利ながらこれはまだわからないですよ。そういうことならこのオリジンザクが今度こそ拠点に加速突ぶち込んでやりますから。いや加速しても火力上がるわけじゃないんですけどね。おーしおしおし着地と同時にトランダムトランダムトランダム速攻入って前後ぐいぐい上昇から渾身の衝撃波 D 角。 D 角一発で終了です。これもしかして加速しない方が良かったんじゃないですか。さっきからそう言ってましたよね。私結局 C そのまんまで味方が肌変わって勝ちました。つまり C とつ意味なかったんですね。結果的にそういうことになりますかね。
結論から言うとオリジンザクかっこいい。実況動画はもっと性能面を語っていただきたい。個人成績は C そこそこ殴ったと思ったけど気のせいでした。ハートツマップだからみんな結構ポイント高いよね。オリジンコラボイベは来週も続くんでシャーザク欲しくなったよって人はモニターに赤いセロハン貼って旧ザク乗ってください。単音プレイしてファーストデバイス集めてもいいんですよ。マジかよ。そんな裏技あったのかよ、マジかよ。うるせえわ。後のベボーでまくりイベもやってるって。せめてトランクくらいは出てほしい。というわけでジオンの皆様お疲れ様でした。来週はプレボチケにバイイベを実施。プレボは何枚あっても困らないですからね。そして後輩都市のスクランブルエリアを拡大。4の1もちょい南にずれるな。あとはおなじみのカラー追加。まあまあこの辺はね。そして撃破判定時間を若干短くするのと、階級システムの個人成績の割合を若干増加。運営さんもシステムは反応を見て微調整していくってことですね。こういう細かい調整はちょくちょくやってほしいところ。さらに武器バランスも検討中らしいんでアプデで敗北した機体もまだわからない。マゼラやシャッガンあたりはまた復活もなきにしもあらず。ということでまた来週。